はい、前回の続きやっていきます。なかなかお金がたまんないんだよな。なかなかお金がたまんないので、なかなか何もできないっていう、そういう感じですね。なんか人が多いね。これさ、10人以上いるんじゃないかな。22人以上いるんじゃないの。いないかな。こんなもんか。まあいいや。いつか終わるでしょ。お金？あ、負けたのか。負けちゃったのかよ。敗北だ、敗北。でもこっちの方が多いんだよな。環状線から離れていく方。まあ一時的に今はサッカーが終わったので。でも次々来るからね、いいよね。なかなか発車しない。新幹線も来た。
ちの方が多いんだね。バスのさ、さっきのやつどうなったかな。これじゃなくて、これは減らす。お金が全然ないんだよな。でもこういうの建てていきたいんですよね。今度これ60万もかかる。60万貯めるか。トロリーバス、もうちょっと増やした方がいいね。セーブ中。交通整理でもするか。またやったばっかりなんだけど、お金がなたまんないからさ、やることは少ないんだよね。無駄な交通費を削減。34人待ってるところがあるからね。
24人待ってるとこがあるんだけど、増やしちゃおうかな。全然人乗ってないけどな。よっしょ。これがね、なんか病院の前がすごいんだよな。これ一本でいいよ。50人待ってんだよ。トロリーバス。60人待ってんのか。路面電車90人同意だからね。忍者服部貫蔵ただいま山頂。なんでもない。地下鉄かな。これは222人待ってる。あ、間違えた。間違えちゃった。増やそう。一本減らそう。これも一本減らそう。一本減らす。列車。列車。住宅の需要が伸びておりますね。160人待ってるか。一本増やすか。船。住宅の需要が伸びております。ここら辺を増やせるかな。
バス。空港はどうなってんだろうね。空港もうこれ以上はレベルアップはしないのかな。こんなの立ててないかな。なんだよ、人がせっかくやろうとしてんのに。でっかいな、お前。ここら辺に立ちようかな。全然売れてないね。まあいいや。金がたまんないから何もできないんだな。
やることがないから鉄道を追いかけるしかない。やることがないのよ。真ん中に止まってるから入線できないんだよ。この駅は通過するんだよね。停車です。
セーブ中でございます。真ん中に止まってるからね。そんな感じですよね。そんな感じ。お金がさ、全然たまんないのよね。これ税金上げたら、ちょっと 3% にしようか。ちょっとこれでやってみようか。ちょっとね、今回はここまでにします。ごめんなさいね、途中で。